こんばんは。皆さん、ブロック崩しは知っていますよね。作りました。今回は、このブロック崩しに人工知能を搭載して、ちょっと私と勝負でもしてみようかなと思います。まずは普通に私がプレイしてみましょう。こんな感じです。弾の反発係数を1にして、後の挙動は物理エンジンに任せています。開始時は必ず弾は右上に飛んでいきます。現状だと、ボールの飛ぶ方向をコントロールするには、台の角っこに当てるしかないですね。つまり、操作主によって弾をコントロールしづらいので、微妙です。こんな事態にも時々陥ります。これではゲームとして、ちょっと良くないですね。まあそれでも、一旦これを AI にクリアさせてみます。AI は何回も何回も試行錯誤を繰り返して徐々に上手くなっていきます。最初はランダムに動くので、失敗続きですが、徐々にコツをつかんでいきます。そして、学習が完了しました。ということで、人工知能にプレイさせてみます。プルプルしてますが、きちんと弾を受け止めて、跳ね返していますね。ちなみに学習するときは、早い時間でクリアする方が、報酬をたくさんもらえるようにしました。早い時間でクリアするには、ブロックと台の往復時間をできるだけ短くしたいですね。なので、できるだけ弾が斜めではなく、縦に跳ね返った方が良い気がします。さらに、可能であれば、ブロックの奥側に弾が行くと、どんどんバウンドして最高ですね。ですが、最初に言った通り、弾のコントロールがほぼ無理なので、人工知能も、普通にプレイして普通のクリアって感じですね。そこで私は思いつきました。そうだ、台の角度も操作しようと。こうです。こうすれば、弾の跳ね返る角度を操作主がコントロールしやすくなります。これで、ブロックの端を攻めて、弾をブロックの奥側に送るとか、戦略が立てやすいですね。ということでこれで AI を学習させました。では勝負です。左が AI、右が私、先にブロックを全部崩した方が勝ちとしましょう。おや、人工知能、さてはそんなに頭良くないな。これは勝てるのではないか？ちなみに操作は、キーボードの A と D キーで左右に移動して、左矢印と右矢印で回転させています。操作感はそんなに悪くないです。むむ、AI が弾をブロックの奥に入れました。頭良いのか？いやまぐれだろう。しかし AI はミスる気配がなくてすごいですね。やばい、負けてしまう。ということで、人工知能の勝利。悔しい。もう一回挑ませてくれ。やべ、失敗してしまった。その後何回か試したけど、失敗ばかり。プレイヤースキルを磨いて出直します。